カモンたつおのゴーゴーカモン。日本食列伝十九回目その一今週のゲストは肉山の三山秀吉さんですよろしくお願いします。いますはいもう肉山今はまあまさに肉山ですねあの。 Facebook が広がって僕らの食の仲間とかもみんなつながっているので必ず一日1回は肉山に登ってきましたって言って肉山登山というそうですね。いう形容の仕方をするしみんな嬉しそうにね肉,肉の写真アップしてますけどはいでも肉山の前はもともと吉祥寺でホルモンの方が詐欺なんですかすぐ近くで肉山自体は何年前からですか今年年の月でで丸す この3年で何やろうね不思議なもんですねしかも今世間肉ブームでしょそうですねでそれも割と赤身にあの脚光が当たっていますもんねそ,そうですねうんそこうまいことはまりましたねまあドンピシャ結果的にはドンピシャみたいな感じでしたこれドンピシャです、はい。今だから、えっと、肉山とホルモンの和そうですねあともタルタルホルモンっていうのは吉祥寺であ全部き基本吉祥寺です,かそうですね、はいうんうん でもまあ、3店舗あるけどスタッフとかに一応こう任し,て任して回るようにしてるっていうのも、はい、それまたこれ肉ならではやね,そうですねやり方さえ言うとけば腕があれば、ね、回っていくわけですから、まあ、ホルモンの場合はお客さん焼肉屋なんで焼いていただけるんでまたこのね肉山も僕らは34回受か,かってるかな、ね、吉祥寺でね、はいえー、なんかま,あ、まず そうですね、えー、行ったことない人のために最初野菜とかからも出てきますもんねドアマなんですかねドアマは80分ゆっくり焼いた豚ロースがドカーンとロースその後、まあ赤身赤身赤身そうそう,そう赤身も馬もあればそうですね馬牛メインで、うん、あと野菜がちょこっとだけ出て肉肉肉,肉やあの締めのご飯というか <laughs> <laughs> エリンギは一応その間の肉ですね。すねあ野菜です、ね。野菜です。あとキュウリとかアスパラとか、もう,そ,う,そ,う,そ,うそんなぐらいですね。あ、そうそうアスパラ焼いたやつとかね。えまた独特のマスタードとかもね。そうですね。うん。あれ赤身ってことはえっと牛の場合はええー、桃とかが多いんですか。そうですね。桃が多いですね。あとはまあ当牛をあのいわゆる A5 とか A4 ではなくて A3 とかを、うん、あの絞って使ってますね。おお、なるほど。はい。それはもう そういうの専門に入れてと頼んで、そうです、ね、まああの一時は霜降りがすごく流行ったことがありますけども、あのねやっぱりこう肉紙ごたえと肉の味を求める時代になってますもんね。そ,ねそっちに行ってほしいですね。うん、はい。仕入れ先とかどこの生まれとかそういうのはまた決まってないんですか？ざっくりは決まってますけど、まあ使用量が多いので、うん、あの賄えないときはまた別のとこから。うんうん、メインはな大体は熊本。 うんからし入れてます。やっぱ九州とか強いねんな。九州はすごいですねうん。なんでこれ肉をやろうっていうことになったんですか最初？え、肉山の方ですか。はい、まあ、はい、肉山ですね。すねはい。うん、まあ元々そのホルモン屋を十三年前にやりまして、うん、で十周年を迎えたときに、まあ、ちょうど一年ぐらい現場離れてましたので、ほうほうまあなんか十周年記にまあオーナーがというか私が現場に入って、はい、えー。 何かかででできなないいうの近所卒業したお客さんとかも戻ってきてほしいですし僕も10歳オープンした時よりは10歳年取ってるんで変わった形でさらにお客さんに焼かせずに何かを焼いて提供しようと最初はそれぐらいの感覚だったんですね極端なことは魚でもよかったんですけどでも流れからホルモン焼き屋さんの場合はもうさばいて皿に入れて味付けしておいたらお客さんが勝手に焼いてくれるけども。 それをなんか自分で焼いて、まあ、そのまま箸で食べれるようなことはできないかなと思ってうんうん、うん、考えたらそうか、まあ、ステーキハウスとかはまあそ,そういう、ね、鉄板使うところとかはそういうの多いですけどもナイフとフォークも使わずにうん、うん、で何かできないかなとうんうん、うん、でまた、あのー、非常にお客さんの単価もねお安くいけるからみんな気楽に行きますわねそうですねだから予約取るのが大変で 予約はど,どれぐらい前から取れるとかルールがあるんですかそうですね今はでも実際年内埋まっちゃってるような状態なんですよ昼に行く山もやってるじゃないですかもやむを得ず昼でもよかったらどうぞっていうことでまあ。 過去に来たことあるお客さんだけ、なるほど、はい、おうおう平日昼に来ていただいてるんです。そうやね、はい、昼間、平日昼間から肉山登山してる人多いもんね。はい、そうですね。うん、あ、なるほどな。まあ、それがほんま、まさにこの三年間、Facebook の広がりとと,ともにやもんね。そうですね。Facebook でだから三山さんとあの席空きましたとか言うと、もうすぐ連絡あって、うまいこと言いますよね、それは。はい でまた結構、あのー、漫画家の西原さんですか、はい、西原理恵子さんとかが積極的に応援してくれはてありますわね。そうですねあの漫画の威力っていうか、まあまあ、近所に住まれているっていうのと、まあ、ホルモン屋の頃からのまあ常連さんだったんですけどね広がりは大きいですね。ねはい、あとなんか結構アイドルとかもこぞって肉山に登山をしているという。明らかに、あのー つい,てる感じついてますもんね今人生つく時もあればちょっとなんか辛抱せなあかん時もあるけども、はい、今はついいてる感じですよねありがたいことに肉の部位の,の,の名前とかも、はい、一昔前までは、まあ、もちろんサーロインとかロースとかカルビーとかは、まあ、なんとなく分かるけども、はい、でもそれがどこっていうこともうあんまり人々はあの把握せず食べてたと思うんですよね。はい で今は割とそれがどの部分がどのどこでい一望はここでとか、はい、なんかみすじはここでとかまだあの地域によって呼び,呼び方とかも違うんですけどすね,ね肉嫁さんのところのやつはまああれは基本まあ一応あの V 名で呼んでるんですけど、うん、メニューにはいろんな肉って書いてます、ね。円 <laughs>、ね、円なんで、うん、5, 円で これが付いてきますので、うん、キムチなんとかいろんな肉みたいな、うんまあ、その中で、まあ馬も入ったりしてるんでそうです出す時に、えー、どこどこの牛のカメノコですとかなんとかですって言ったら出してるんですけど,お,どお客さんも詳しいんであまり場所とか言わんでも,もう僕らよりもこうお宅とか勉強してる人多いんであ<ー>逆におわること多いですね。なるほど

なんかまあ元気ない時に肉食うと元気が出るみたいなこうなんか本当なのかどうか分かんないですけどそういうのありますよね,うんうん、うん、ね今また本当に世間全般的にもあの本当に肉肉肉肉ブームですけど、うんはい、こ,こういうあの状況をどういうふうに感じてますかまあ実際店の今の流行り具合からするとまあちょっと正直びっくりしますね。ももとと それこそ亀の甲とかうん、うん、あのそういう部位だと焼肉屋でもあまり使ってないような部位で、うんうん、レストランさんとかがうまいこと使ってうん、うん、いろいろこう他の原価の買い方とかを調整したり、まあ、ハンバーグにしたりとか、はい、ね、はいはいはい。それをまあもうお客さんも詳しくなってきたのもありますけど、まあ塊でうちのまあ特徴は塊で焼くっていうのが特徴なので、それをじんわり焼きながら、うん、ちょっと切り方を注意してやると、うん、合うんだなと。なるほど。はい、まあ そういういのなんんんかかかどっかに学んだんですかまあ最初に店やった時には本当全然焼き方もダメで,<ー>でレストランの人に知り合い何人か来てもらってまあ炭火で火の入るその方程式というか<ー>こうするとこうなるんだよみたいなのをな実践でやっていただいてああそうかそうなるんかみたいなうそう。やっぱり炭火っていうところも大きなポイントですね。そううですねまあレストランさんはだいいたこう フライパンで何分オーブンで何度で何分みたいなもうきちっとした多分こう数字があると思うんですけど<ー>なかなか炭火だと、うん、じゃあこれ何度やねんってっよく分からないような温度なんでそれを調整して、ね、いかないきながら見ながらやなかったまた個体によってねそう火の入り方は全然違うんで<ー>それを教えてもらってああ焼いて今すぐ切るとこんなふうになってまた全然冷たいんでこれでは食中よくなりますよ15分、うん、なるほど ほらねみたいなのをあそうかそうか、はい、一っぺ火入れて寝かしたりっていうことも大事やし、はいはい、で、えー、ものによっては炭火やなくて鉄板の方が良かったりすることもあるんですかあるみたいですけど僕はまだそこまでいけてないです今炭火でまあ距離を近づけたり遠くしたりしてやってる感じですねは,<ー>はいなるほどそういうのを見てなんかそれとに似たような店とかも出てきてるんですか結構最近ありまますね今でで焼肉屋さんでお客さんんお客に焼かしてた店が ちょっと店側が塊焼きっていうメニューを作ってこうお客さんと一緒に触りながらやってるです、ね、<ー>っ共同作業的な感じでなるほどよくでも新橋とかでも最近肉バルっていうのもうやたら目につくようになりましたねはい、はいうん、そうですね,ねまあ本当世間に肉があふれてる感じがしますけどねそのおかげで値段が高くなって物が足らないああ,あそうかはいああ そこは難しいところですなもも外もも内ももなんて誰も使わなかったようなところをどん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 流通されていて値段がククククンっあああそうかそうかそうかもも肉はそんな今までそんな使わないですよね流通してなかったんですよどんどん変わりつつあんねなすごい分ってますでも国産にこだわってはわれたのそうですね今そうですね うん、どん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 多分国産が海外に行くような雰囲気なので、うん、海外の牛とかもあんまりももとか使わないんですか結構それは使うんですか外国は日本ではあんまり使ってないんじゃないいじゃででしょうかもこれからは使わざるを得なくなるかもわかんないですね値段的な問題で、はい、まあこの三山さんの一番最初は三山3三山三兄弟なんですよねはいね で最初は多分一番上のお兄さんとこのお店に行ったのが最初ですよね。そ,うですそれもまだ言うてもここ3年弱ぐらいでそれもあの大阪の多田さんっていうあのお寿司屋さんの多田さんが絡んでくる話多いけどがなんかあの南の秀さんっていうとこ行ったら「ええー、で」っ,って言ってくれて、うん、で最初訪ねて行って。はいえー すねて行ったらまた不思議だ、あの四、ー、谷でシューシャンシャンっていうとこであの飯食うてたら今度はあの弟の秀明さんが「これ兄貴のとこ行っていただいたそうで弟です」っ <laughs> て挨拶してきはってそ海でもあ,あそうそうそ,うそ,うそ寿司の海でもってその時イリキがいてあその時そうそう,そう、あのー、今どこのチームにイリキさんがソフトバンクの3軍、えー、のピッチングコーチですねリキさんがおって。 で、また、そこに、あの、ど、ふら、その時、時計くれたんですよ。<laughs> <laughs> なんで、急に、く時計くれるのかなとか思って。で、まあ、それも野球つながりで、あの。フランク、三浦というね。えー、時計。が、まあ、今、まあ、まあ、知る人ぞ知る。はい、これも広がりましたね。そうですね。うん。で,で、まあ、あの。時計くれって、それ大阪の、あの。 秀さんお兄さんとこ行ってもまた時計くれはるな <laughs> <laughs> よー時計くれるなってねテレビの番組かなんかでフランク三浦についてどう思いますかっていうインタビューを受けましてか、はい、らなんか大阪のフランク三浦売ってるところがで時計がえらい売れたっていうことででまたあの「時計を送ってきたりなか <laughs> どんどん時計今 <laughs> フランク三浦の歌作りますわ、ね」勝手に歌作ったらうちのアレンジャーがアレンジもしてくれてええー まあね、そういうちょっと面白い今ライブでもあれやってるんですよ、はい、フランク風ーのテーマ今後ど,どうなるのかなちょっとね、うん、えー、今後の展開っていうのも楽しみなんですけども、うん、まあその、まあ、三山三兄弟の話そしてまた野球にまつわって でこの3人が3人とも野球部でさっき言ったあのお寿司のタダさんとかまあその野球でつながってるこの食べ物関係の世界っていうのもですね、えー、非常に面白いなと思います。その辺また次回ゆっくり聞いてみたいと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございます。さそれではここで1曲、えー、三山さんからのリクエストは加藤ミリアの少年少女。 あのまあお客さんでもあるんですけども <laughs> あのコンサートに呼んでいただきましてライブに呼んでもらって、うんうん、全然あえてもう聴かずにあのあの予習せずに行ったんですけどこの曲がなんか最初吉田拓郎さんが歌うてんちゃうかなぐらいな感じに聞こえたんですフォー,ークソングっていうか。でずっと聴いてるうちに多分こう若者たちにものすごいメッセージ性があってなんか。 いろんな人この歌で助けてんちゃうかなと思ってすごく感銘を受けましたへえそうか僕もこれ今から初めて聞くけど何年ぐらい前の歌なんですかねあの新曲ですねまあまあまあはい新曲です加藤さん自身はいくつぐらいの人ですかね2 6一ですねおおあそうまだ知らんまだ知らん人陽気おるわねどんな音楽を聴いて育ってきたんですか今までは兄貴が2人いましたんでその 聞いてたやつを、うん、それこそ松屋町春さんの、うん、あの、うん、lp がずっと流れてるみたいなその家でしたんでーーなるほどご、はい、両親は何やってるんですかえっともともとはそう町工場のうん、うん、あのを経営してましたうん、うん、あ,あはいうですかほんほんほんえもう今はもうリタイアされてるんですかそうですねもう今いないですはい、うん、はい 町工場で育った3兄弟の話なんかもまた実家、えー、ゆっくり聞いてみたいと思いますけどねそれじゃあ三山さんのリクエスト加藤ミリアさんで「少年少女」。